13.5%カルーゾパッシートデザートワインのグラスの影にくっきりと映し出されるワインの涙ワインの涙はグラスワインの液面近くのガラス内壁に絶え間なく形成されてはこぼれ落ち続ける無色の液滴特にアルコール度数の高いワインで見られるワインレッグスやカーテンズチャーチウィンドウズとも呼ばれる この現象はエタノールの表面張力が水よりも弱いために起こる。水中にエタノールが不均一に存在する場合、エタノールが薄い領域は周囲の液を引く力が濃い領域よりも強くなる。これによりエタノールの濃い領域から薄い領域への流れが形成される。白膜状に広がった水面に濃いエタノールを滴化すると、 適化されたエタノールから逃れるように液体が流れる様を観察できる。ワインは、糖や酸、色素、方向成分が溶け込んだエタノールと水の混合物である。ワイングラスとの接点では、液は、毛細管現象により、グラス壁面を登る。上昇する液の白層からは、エタノールも水も蒸発するが、蒸気圧が水よりも高いエタノールは、より早く蒸発する。 蒸発により、エタノール濃度が減少した白層は、ワイニッシュ液よりも大きな表面張力を持つため、髪型への流れが形成される。ワイングラス髪型へ流れた液滴は、一定量を超えると自情により滴化する。この現象の仕組みは、ウィリアム・トムソンの兄で、物理学者のジェームス・トムソンによって1855年に明らかにされた。 この表面張力の勾配によって引き起こされる流れは、今日では、マランゴニ効果として知られる。ワインの足が多いワインほど甘い、あるいは品質が有料であると懸念されることがあるが、これは誤りである。ワイングラスを密封して、エタノールの蒸発を止めると、ワインの涙が発生しなくなることからわかるように、この現象の強度は、エタノール含有量にのみ依存する。 英国の物理学者、チャールズ・バーノン・ボーイズによれば、聖書の、震源23章31節、酒は赤く、酒好きの中に泡立ち、滑らかに下る、汝、これを見る中ではこの現象を指している。ワインの涙は、アルコール度の高いワインの特徴であるので、震源の著者は、酒の節制のため、ワインの涙が確認される酒は、避けることを勧めているのかもしれない。 エタノール、水根液に見られる流体現象としては、他にビーディングやビシメトリーが挙げられる。強い酒で見られる現象でワインの涙よりも明瞭である。ビーディングは46度以上の酒を振った際に安定な泡が生じることを言う。マランゴニ効果の実例の一つである。ウイスキーの瓶を振って泡を見て品定めすることをビーティング。 Beading the w h という。ビシメトリーは、エタノールの濃い水溶液に水を加えた際に、渦が生じることを言う。ありがとうございます。